第33師団は、第2本帝国陸軍の師団の一つ。日中戦争開戦後、占領地の警備や治安維持を目的として1939年2月7日に新設された師団の一つ。宮城県仙台市で編成された。通称号の弓で知られる。編成後、直ちに中国戦線に投入、第11軍戦闘序列に編入され、湖北省にあって、 他の治安師団と同様に1939年夏以降に行われた様々な治安作戦に参加し、その後1941年4月に河北に転用され、三成省に駐屯した。太平洋戦争開戦後、第15軍戦当序列に編入され、ビルマ攻略戦に参加、1942年1月にバンコクからビルマに向かう5月末には、 第15軍により、ビルマのほぼ全域が占領された。1944年3月には、師団は、第15師団、第31師団と共に、インパール作戦に参加した。師団長、柳田元蔵、田中信夫夫評団長、山本つのる参謀長、田中哲次郎夫評、第213連隊夫評、第214連隊夫評。 第215連隊三宝第33連隊、公兵第33連隊市長兵第33連、連隊通信隊衛生隊不評第151、連隊不評第67連隊第1代隊不評、第154連隊、第2代隊独立即射砲、第14代隊戦車第14連隊伊勢勢介、野砲兵第54連隊第1中隊、 野戦重砲兵第3連隊野戦重砲兵第18連隊独立公兵第4連隊。ありがとうございます。